世界アジア東、アジア日本南西諸島宮古列島イラブ島、イラブ島の位置イラブ集落の円形イラブ島は、宮古列島の島の一つである。全頭が沖縄県宮古島市に属する。2005年に市町村合併により、宮古島市の一部になるまでは、西側に隣接する下地島とともに、 宮古郡伊良部町を形成し、その中心であった。面積29.06平方キロメートル、海岸延長72.4キロメートル、人口5054人で、宮古島の北西へ約5キロメートルに位置する。隆起散後の島で、全体に平坦な地形をし、最高地点は、南東部にある標高89.0メートルの牧山である。西側に下地島が隣接し、 両島は幅約40メートルから100メートルの入り江で、隔てられているが、幅が狭いため航空写真などではあたかも間に川が流れる一つの島のように見える。この入り江にはマングローブがあり、ノコギリガザミなどカニ漁が行われている。入り江には、南から順にノリセ橋、イラブ橋、中地橋、国中橋、太古橋、中米橋の6本の橋がかかっている。 このうちのリセ橋は老朽化のため2009年から通行止めとなり2013年1月に取り壊された。あと、掛け替えが行われ2019年3月16日に新しい橋が開通した。宮古島との間には2015年1月31日にイラブ大橋が開通した。サラハマ港とヒララ港の間で運航されていた定期航路は同日に廃止された。 宮古島市に合併後は、下記の行政区の前に、旧町名のイラブが併記され、宮古島市イラブアザとなった。ハ浜港2015年1月31日にイラブ、島と宮古島を結ぶイラブ大橋が開通した。ありがとうございます。